はい、どうも、はじめましての方は、はじめまして、せつさかなと申します。今日もね、ファントムキャットをやっていこうと思うんですけど、今回、前回の録画がね、ちょっと録画ミスによってだいぶ消えちゃって、なんか5つぐらいステージ進めたんだけど、全部消えちゃったから、一回やったとこもう一回やろうかと思います。まだ隠し要素も全部取れてないので。で、軽く説明すると、新しい力を手に入れました。なんかこういう、シュワッ。やれるやつね。なんか2マスぐらいかな飛べる。で、向こう側が空いてたら入れるし、2マス先が空いてなければ入れない。ん、3マスぐらいか。3マスぐらいだね、入れるっていうやつ。あとなんかよくわかんないけど大砲のね、始まった。あら、こいやあら、こいや、はや、こいや、はいはいはい、オッケー。で、あっちに道ができたので、あっちに行けるよっていう。え、あ隠し要素は全部見つけてないので、なんか多分知らないのがあったやつ。あとこれをやると麻痺にできる、強い。え、これなんだろう、この空間何があった。まあ、いいか。よく、あー、もしかしてあの下からじゃないとあれいけないのか。じゃあ一回戻ろう。理解。お、ほんと？じゃあいいし、次いいし、別にいいし。はーん、多分あそこ一回行ったことがあるんで、多分大丈夫で、コイン欲しい。欲張って食らったら元も子もないんだけどね。おう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 よ。まあ一回やったステージだからきっとね、順調に今回は行けるはずなので。今めちゃくちゃ自分の能力を忘れていた。こうやって下行けるのかな。開けた。何、どうも来たよ。めちゃくちゃ踏んじゃった。ワンナップだ今の。ん、なんか後ろにできた。あ、あれここから入るんか。オッケー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 、順調よ。ん、間入れない。あ、やばい。やばい、やってしまった。戻れない。いいか。ん？あ、いや、戻れそうだ。今のなんで針に当たった判定なんですか？あ、待って、下の方全然見てないけど、入っちゃった。あー、絶対何かありましたよ、あれ。あー、ありましたね。絶対入りました。くそ。くそ。うわーん。ってな感じの能力です。このステージは能力手に入れて最初のステージなんで、対して、なんか複雑な感じじゃないけど、この能力こうやって使えるぜ、みたいな感じだね。全然ほら、取れてないんだわ、王冠が。うん。サクッと次行きましょうね。よし、じゃあ行くよ。あとね、このステージね、ここがね、入った途端死ぬんだよね。あの壁に当たらなくても即死だから、落下地点っぽいんだけど、もっと分かりやすくしてほしいなっていうの、前回めちゃくちゃ言ってた。前回っていうのは自分が一人で喋ってた時、喋ってた時代。録画ミスマジ辛い。曲撮ったのにね、喋ったこととかあれ消えちゃうのね、悲しいからね。何喋ったかも覚えてないけどさ。ほい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 、行くじゃー。
あ、罠じゃん。これ逃げ来ちゃったけどいいんですかね。戻れないよねこれ。あっちになんかあったんじゃん。あ、はあ、なるほどね。そっから戻れちゃう、戻れちゃうんですね。前回やった時あれっつって右側からしか行けんのかって言って、ルートが力づくより頭脳、あ、そう、ここのこれが取れなくてどうやってんのか分かんなくて、ここで Y っていうのはあの能力使うのが Y なんですけど、 Y を押して右を押しても落下してダメージ食らうだけなので分からん。ちょっと一回もう登っちゃうと先に進むのか。あ、なんかね、一回能力を途中で使うとなんかあの無敵時間がなくなるんですよね。だから連続で食らって死ぬっていう。へえ。よし、リベンジ。前回みんなの知らない前回がまあいいや録画ミスでねやってた時もこのステージは何回もちょっと死んでやり直しをめちゃくちゃしてたので、5回ぐらいやったかな、分からんけど、めちゃくちゃね死んでね、リトトライアンドエラーだったのでもう何ですかね、難しい。足食った、いけなかった、うわないんだから、もう動じないように。なるな、あと20どこ。よし、じゃあ、あ、気を取り直していきましょうか。なんだっけ、あ、なんかあれだ、あれあれあれだ、よしよし。
に食らってんけ。あれ、どこってお前。ここになんか箱があった。え、でも行けないよ。ないと困るよ。それかバグですかね。はい。ああ、これですこれ。オッケー。はいはい。さらにないね。オッケー。はい。おっと？おっと？ここだっけ？ここ。そう。こっち帰った方がいいんじゃん。で、さっきの壁の中に入るのがこれか。あー、理解。いや、めちゃくちゃ恥ずかしいやつじゃん。やめて。え、なにこれ。ここに宝箱あるんじゃないの。でも入れないんだよね。え、わからんねんも。え、でもここ多分二度と戻ってこんが。こんが。わかんないとかでずっとうだうだしててもしゃあないんでね。あ、ここもかな。なんか星が取れてないステージがあるんですよ。こう、あ、こうか。あとこれこっちに。あ、オッケーオッケー、理解しました。すべての壁にぶち当たらないといけないから、このゲーム。あの左の方の壁とか、この辺、この辺ないじゃん。えへ、もう分からんでござるね。はい、これ難しいね。あ、しくった。ほら、しくった。バカバカ、欲が張ったから。これマジで罠だよな。ひどいよな。うん。めちゃくちゃいらんとこで食らったが。ここはいいじゃん別に。あ、もしかしてこっから右に行ったりする。真の探検家はここにいるとおりだよね。なるほど、理解しました。真の探検家なので理解しましたよ。オッケー。ちょ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 、引っかかる。かかって。はい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 。でこっちで右に行って一回戻る。はい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 。ここ降りちゃいけないね。オッケー。で、で、こうしてこっちか。これは気づかんかった。草。めちゃくちゃ悔しい。あ、可愛いの出た。後で買いよう。あの子めちゃくちゃ狙ってたんですよ。
全部取ったかな。お、やった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 、久しぶりのコンプリートですよ。やった、はい次、はい次、はいはい。じゃあサクッと2の子も行きましょう。ああコインで、なんかここにね、意地の悪いのがあって、壁じゃないから多分、うん、こっちなんだよね。で、はいはい、はいはいはい、これ初回の時は気づいてなかったです。はい次、このドカン、この上に行きたかったんだけどな、入れないんだよな多分、登れないから。で戻って、あの赤い、うん、なんか バグってる待って、この面白いバグり方やばい。どういうこと、びっくり、待って帰ってかないで、あの、どうしました、え、マジ、おいで、で、何だったんだ、何だったんだあいつ。でシュワーンとして、これをこうして、ここのを踏むと、これが出るから取って、多分上は何もない。これはもう用済みだ。で、あれを踏んで向こうに行かなきゃいけない。よし、オッケー。え？ん？ああ、こっちが正規か。正規ルートね。で、上先に叩くんか？はい。うん。これ？ないか。ないね。あそこにスターが出ました。あれが欲しいね。これも貸したいの。オッケー。はい。はい。イエー。でも連れてくでしょ。こう。お。お。お。連れていけない。なんだと。ん？難しい。僕その踏みジャンプ苦手なんだけど。はい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 、余裕。苦手とは。はい。ん？ん？上違うか。上違うな。上じゃない。右違うから。こっちか先かな。あ、いつ連れていかなきゃいけないの、マジ。え、どうしよう、積んだ、積んだんじゃない、これ前回も言いました、これ積んだって。あ、戻れる、戻れない、最悪だな、最悪だ、うわもういいや、バーカバーカうわ、20もあるし、宝箱2個もある。そう、どこ？絶対右なんかあるやん。あの地面。飛ぶ見てもグラおかしいでしょ。戻るよ。さらに落ちないね。オッケー。ライトアップ。ファントムパワー使って世界に光をもたらそう。何を言うとるんかわからんが。登る？これは下か上かどちらが正規ルートか。両方正規ルートでした。これね、爆弾すんの、これ難しいの、これ聞いてよ、これ知らんかった、マジか。ああ、やばい、踏んだりシュワンってやったところでこいつ爆発するんだけど、あの右のところに入りたくて、今リアルで画面指さしたけど見えないね、そこに入りたいんだけど、こう右側で全部壊さなきゃいけないから、
残り一マスぐらいまで削ってくれたらいいんだけど、いい地面の高さじゃないと困るし。これいける？あ、いけたいけた。え、でもあれあそこ行ったところで、やばいやばい、踊れなくなった。いいんか、いいよ。もう分からんよね、あれいいのかな。だって別にあの、なんだろう、こう隠された秘密を解いたポイント、あの紫いやつ、あれが発動しなかったからね。こうこうん、合ってた。何か、かわいい。おう、おいでおいで。で、違う、おいで。はい、オッケー。ならば、あいつ危ねえな。あいつ倒せないし、あのあれでもひるんだりしないから困る。危ない。はい、オッケー。これなんかあるんだっけ、これ。はい、これ1体のがいいんだったっけ。あ、思い出しました。思い出してないと思うけど思い出しました。あ、やっちゃった。これどうしたらいいんだろう、よくわからないですよ、これ。こいつらはこいつらで右から行ってもらって、一つはこっちじゃないと困るんですよ、確か。忘れましたけど。あー、この辺で壊れていただかないといけないんだ。取れたわ、取れた取れた。あの右に入れなかった、くっそ。あの一マスで止めるの難しいんですよ、マジで。あれ、左なんかあったかな。まあ、いっか。なんだお前。死んだ。やつは死んだんだ。なんかあれ矢印に見えるけど、気のせい。そういうもん。そういうデザイン。だね。取れないよ。助けて。OK、ありがとう。ありがとう。まだダメだ。頼むわ。はい、ありがとう。左それとも右、両方。めっちゃあるでしょ、これ。どう？え、ないな。 30？ 嘘やん残り30は嘘やん。まあ、という感じです。前回はね、ここまでだったんで、次回からは、前回っていうかね、あれだよね、まあいいんでしょう次回からはね、7、あ、7からやっていこうと思います。ということでね、ここまでご視聴ありがとうございました。よかったらコメントとか高評価とかいただけると嬉しいです。あの、他の動画もやってるんで、よかったらね、そちらも要チェックです。それでは、またねー。